本当に持ちやすいもんだって、これすごい。このくらいのサイズのやっぱりね、残してほしいっていう気持ちはちょっとありますね。全然大きさが違います。なんだこれ、すごいな。今日の主役はこいつです。皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、ヤフーオークションヤフオクで手に入れた iPhone5C、 なんとこれね3800円で手に入れた箱付きです。これ箱付きで3800円は結構珍しいと思います。で、付属品もねだいたい揃ってて、イヤホンだけ付いてないという話だったんですが、これ届いた状態なんですけれども、結構綺麗じゃないですか。まあ細かく見ればね、いろいろと汚れてる部分はね当然あるんですけど、それでもねこれ使ってた方大事に使ってたんじゃないかなと思います。なのでこれちょっと開けて動作させて、今の iPhone とねちょっとどう違うのか、大きさとかもね iPhone 12 Pro Max とかとちょっとね比べていきたいと思いますので、気になる方はぜひ見ていってください。またこのチャンネルでは、明日誰かに話したくなる iPhone の裏技、隠し技10選プラス1の動画や、 iPhone のバッテリーをなるべく節約する方法10選プラス1の動画など、iPhone のお役立ち動画がたくさんありますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは開封していきましょう。はい、まずはちょっとね見ていきましょうか。こちら iPhone5C と書いてありますね。これ懐かしいですね。ちなみにね、なんと2013年発売です。2013年ですよ、これ8年前。一応ちゃんと動作確認済みのものを買いました。でね、多少汚れはあるけれどもという感じだったんで、まあもちろんね8年も前なら傷ぐらいね多少ついててももうしょうがないと思いますので、それで3800円ならねかなりいいものだと思って買っています。はい、まず正面ね、これ画面じゃありません。これ iPhone5C の時代の時だけこれね上にねシール貼ってあるんです。これアップルにしては珍しいですよね。アップルにしては珍しいタイプ。まあこういったクリアケースで売ってたことは iPod 時代にはあったんですけども、 iPhone では 5C だけが初めてです。 5C の場合、これカラー、多分ねこの C ってカラーのことだと思うんですけど、明言はされなかったんですけど、いろんな種類6色ぐらいだったかな。で今回ブルーを選んだんですけども、たくさんの種類がその2013年だけ、本編だと iPhone5S の時に発売されました。なのでドコモがね iPhoneを扱った時と同時にこれ始まったと思います。ということでこれ正面はシールでクリアになってて、カラーが見えるようになっている。そして iPhone5C と横両方に書いてあって、 Apple マークはここにあります。でここちょっと見るとね、シール貼ってたところちょっとザラッとしますけども、まあ問題ないレベルで綺麗で、裏面の方を見ると32GB とありますね。 32GB、 他付属品の情報がいろいろと書いてありますね。はい、なので早速じゃあ開けていきましょう。それでは iPhone5C 開封します。実はですね、私 iPhone5C は手に入れるの初めてです。なので少しね興奮してます。というのは、先ほど言ったように本編の iPhone5S と同時に出たのです。さすがにその時代私は配信してないので、2台買うっていうことはなかったです。iPhone5S を当然のように選んだので、5C は初めてです。なので、開けていきましょう。おそらくここにシール跡があったので、発売時はこうシール貼ってあったんだと思いますが、これクリアの蓋を開けていきます。そしてこれが本体ですが、一旦付属品から見ていきましょうか。これ本体はこんな、お、なんか面白い。あ、ここにはまってるんだ。はまってるんだ。あ、ちょっとアップルマーク先見ちゃいますか。あ、これ結構綺麗じゃない？え、3900円ならこれ綺麗でしょ。まあ、ちょっとクリアだから綺麗に見えてるのかもしれないんで、後でちょっとね、ちゃんと見ていきますが、ここはね、シールです。これわかる通りシールになってますので、こんな感じ。これちょっと後で剥がしましょう。で、ハローですね。おなじみのハローがあって、あ、すごい、これ綺麗に本当に取っといてくれたんですね。取っといてくれたっていうのは変ですけど私のためにみたいな感じになっちゃいますけど、これ使用者さんはねどっかちゃんとしまってたんでしょうね。ちゃんと 5C のものが残っているのと、あ、すごい、全部残ってるの、これもしかして。いや、これすごいな。あ、シムピンも綺麗に。これすごい綺麗。あ、で、アップルシールも完璧に残ってますね。いいですね。これちゃんと残してたんでしょうね。はい。ということで、まさかのね、初めて見たこれ、iPhone5C のもの。こんな風に説明がついてた時あったんですね。はい。そして、あ、下見えてましたね。付属品。イヤホンだけないと言ってたんで、確かにその通りですね。ただ、この時代からもうライトニングケーブルですね。ライトニングケーブルが付いてるのと、電源アタフタは未使用ですね。これ、ね、未使用のものが付いてるようです。これはすごいですね。じゃあちょっと一旦しまっておきましょう。はい、そしたら本体の方見ていきましょう。本体はこれ、じゃあ下のプラスチック外してみますか。ちょっと怖いですね。あ、簡単に外れるんだ。簡単に外れそう。よいしょ。あ、
外れた外れた、こういったものに載ってたんですね。珍しいですね。じゃあこれちょっと戻しておいて、あ、でこれよく見るとこれ上下一緒かなと思ったら上の方はねちゃんと電源ボタンのところが穴が開いてますね、うん、なのでこっちが上みたいです。そうかそうか、この時代はね電源ボタンが上ですね。電源ボタンが上にあります。今はねサイドにあるのが普通なのでちょっと久しぶりですねこういうものは。はい、じゃあちょっとこれを剥がしていきましょう。せーの、よいしょ、あ、よいしょっと、おー、なんか綺麗な感じに見えますね。ちょっと一回置きますね。でこれちょっと置いといて、これちょっとシールがほこりかぶっちゃうとなんか怖いんで一旦蓋しておきます。はい、蓋をして、はい、本体の方を見ていきましょう。わ、これ結構綺麗だよ。まあちょっと使用感はねやっぱりちょっとカメラで映るか分かんないんですけども、少し使用感はありますが、まあかなり綺麗な方じゃないですかね。色落ちもしている感じはしないです。使用感だけはありますが、いやこれはすごいな。あ、この辺がね少し傷があるのとちょっと見えづらいんですが、この辺もね少し画面内に傷あるかもしれないですね。で、あとここか、ここちょっと傷があります。でもそのくらいですね。で 5C はね少し特徴的で、 iPhone3G 以来かな、ここ全部ね1枚なんですよね。ポリカーボネートで、あの側面と背面が全く分かれてないデザインなんです。なので丸っこいイメージ、ここつながってるんですごく綺麗。ただちょっとね液晶が浮いてるような感じに見えちゃうんですよね。これ実際ちょっと浮いてるんですけど、まあこれがね iPhone5C の特徴でした。懐かしいですね。で今はなきイヤホンジャックがありますね。こいつにはあります。ただもう8年も前からライトニングですね。これの1年前かな、要は9年前、 iPhone5 の時からライトニングになって、これは 5C なので1年後に発売されたものになります。じゃあちょっと電源の方入れていきましょう。多分入ると思うんですけども、よいしょ、長押しして上の、お、アップルマーク出ました。もうここがずっと変わらないっていうのもすごいですよね。はい、ここ長押ししました。なのでちょっと起動してセットアップまでやってしまいますね。なので少々お待ちください。はい、起動までね結構かかりました。1分ぐらいかかりました。でね、今思ったらクイックスタートがないんですよね。クイックスタート、今だとクイックスタートでね簡単にアプライディ映せるんですけど、この時代ないので、これ一番 iPhone5C で最新の iOS10 にしておいてくれたそうです。なんですが、あのクイックスタート iPhone 近づけるだけで同期できる機能は iOS11 からなんですよね。これ iOS10 が最高なので、 5C はすでにねサポートが終わってしまってるので、もうこれ仕方ないので、きちんとねアップライディを入力してちょっと登録していきます。はい、おなじみようこそ iPhone へまで来ました。なのでさあ始めよう、押してみましょう。それでは押してみます。せーの、トントン。はい、おー、ちっちゃい、ちっちゃいぞこれ。あ、すっごいなんかね、もう、あ、いいねいいね、 iPhone5C いいね、これ、あ、かっこいいかもしれない。あの持っててすごく本当に持ちやすい、本当に持ちやすいですね。あ、ウィジェットって iOS10 ですでにあったんでしたっけ。ウィジェットあるんですね。こんな感じでね一旦初期設定はできました。で白い画面だとちょっとわかるんですけど、こうなってしまうとわかんないんですけど、液晶がね少しカメラではわかんないかな、真ん中がちょっと明るめで、一番外側がなんか日焼けというか焼き付きというか、ちょっとねそんな感じのなっているのが見えます。ただ画面が起動してしまうと全くわかんないですね。白い画面だとちょっとわかったんですけど、これどうですかね。近づけてみても全然わかんないですね。かなり綺麗ですね。ということで問題なくね起動していってんで、これ安全サクサクですよね。 iPhone5 の時でもこのヌルヌル感はあったんですね。こっちとか今でも変わらぬデザインですけども、反対側はね電源ボタンなしで、電源ボタンこの時代は最初にも言いましたけど上にあります。はい、どうでしょう。これ3900円ならこれありじゃないですか。普通に動いてますしね、すごいなぁ。ちょっとねこの時代のアップストア少し違かったと思うので、 iOS10 の時代はね多分ねランキングとかも出てるんじゃなかったかな。ちょっとアップストアだけ起動してみますね。えい、うん、あ、ちょっと結構重いかもしれないなあ、そうそう、ほら白いとちょっと分かんないですか。画面の端が少しね色落ちというか焼き付きなのか、真ん中が白っぽいんですけど端がちょっとね濁ってるというか、こんな感じありますよね。あー、そうですそうです、こんな感じになってて今と全く違いますよね。ここがおすすめのページ、ランキング、あ、やっぱあった、ランキングのページがあって、ここで無料と有料とトップセールスあるんですよね。あ、これ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 、これ懐かしいですね。皆さん懐かしいんじゃないですかね。これ有料無料トップセールスだ。トップセールスなんて今見れるの。トップセールス見れるの。あ、見れる。ウマ娘1位です。ちゃんとランキング出るんだ。そうか、知らなかった。やっぱウマ娘すげえな。この辺はね今は見れなくなって、昔はねここからねこれは売り上げ高いんだとか特集してたりしましたけどね、今でも古いアップストアを使えば見れるようです。あ、そうだ、 AirPods 繋がるかだけ見てみましょう。
はい、この時代はね、iOS 10だと AirPods Pro は無理なんです。無理なので、AirPods 1を用意しました。AirPods 初代を用意して、これ開けてもでも 5C でここ、自動接続出るんだったらちょっと感動しないですかね。なんかちょっと古いのに出るっていうのが。5C 可愛いんだけど、本当に。もうちょっと開けてみますね。せーの、パカ。あ、ダメかな。Bluetooth オンとかにする。あ、来た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 。使えるんじゃん。使えるんじゃん。これすごいね。お使いの AirPods ではありませんっていうのは、これ他のに接続されてるやつを開けてるからですね。接続できるんですね。ちょっと一応接続押してみますか。えい。あ、すごい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 。接続中になった。あー、接続された。すごいね。すごい。この時代でも iPhone 5C の時代でもきちんと AirPods が使えます。じゃあ続いてね、ちょっとね、大きさ、iPhone 5C 以外の iPhone を並べてみて、どんな感じかちょっと見ていきましょう。はい、ちょっと現代の iPhone と並べていきます。まずは 5C を一番左側、ブルーの 5C をちょっと置いておきます。まずはこの大きさ。続いてはこちら、iPhone SE2 ですね。iPhone SE2、現代では最小。現代では最小のものを並べると、あ、現代の最小でももうちょっとね、背が大きいんだ。手が大きいんですね。あ、結構印象違うな。印象違いますね。そんなに変わんないんじゃないかなと思ったけど、SE2 ですら結構大きい。だからやっぱりね、さっき持ちやすいって言ったのはやっぱそうなんだ。これ持ちやすいもんだって本当に。本当に持ちやすいもんだってこれ。すごい。このくらいのサイズの、やっぱりね、残してほしいっていう気持ちはちょっとありますね。まあ、まずはちょっとここ、SE2 と iPhone 5C。そして次は iPhone 12 mini ですね。iPhone 12 mini の方行ってみます。これグリーンですね。はい。12 mini の方を並べると、まあ、SE2 とはね、ほとんど変わらないんですけど、ちょっと背が低いんですよ。ちょっと背が低いので、そっか、ちょっと SE2 にはじゃあ退場してもらいましょう。iPhone 5C と iPhone 12 mini ですね。12 mini を並べるとこんな感じ。うん。さっきより背の差はないけれども、まあ、フル画面なので迫力はありますね。迫力はある。うん。こんな感じ。ああ、やっぱりそう考えると12 mini もね、結構持ちやすいのかもしれない。まあ、こっちのね、コンパクト感には全然かないませんけど、12 mini もね、なんか使いやすいですね。じゃあ続いては最大級に大きいもの。こちら iPhone 12 Pro Max ですね。これが今んとこね、 iPhone では一番大きいものになります。 6.7 インチです。これでっかでかっ。今ちょっとずっとちっちゃいの見てたからでかっで、 iPhone 5C が4インチで、こっちが 6.7 インチですね。なので横に並べると、わあ、これはもう大人と子供だ。これは大人と子供ですね。いやー、これはちょっと大きいな。同じ壁紙にしてみますか。はい、同じ壁紙、同じアイコンにしてみました。こうするとよくわかりますね。全然大きさが違います。なんだこれ、すごいな。やっぱりね、大きくなった。かなり大きくなった。でね、やっぱりこれ、持ちやすいか持ちにくいかって言ったら、やっぱりね、持ちづらいかもしれないんだけど、これだけの違いがあると、やっぱね、動画とか見るときはね、どうしてもね、こっちプロマックスを選びたくなりますね。うん。これは大きくていい。大きいのもやっぱり正義だと思います。こっちの小さい方はね、やっぱりね、握力はないかもしれませんが、片手でね、やっぱどこでも届くっていうのがちょっとすごいですよね。はい。ということでね、一回4台並べてみましょう。はい、4台並べてみました。 iPhone 5C、SE2、12 mini、12 Pro Max ですね。やっぱりね、12 Pro Max が圧倒的に大きいですね。はい、大きさ比較はこんな感じです。ちょっとだけね、他の機械でちゃんとやろうと思いますけども、一応性能比較というか、サファリを開いた時の速度と滑らかさだけちょっと確認してみましょう。じゃあ同時にサファリの方を押してみます。せーの、トン。あー、もう早っ。圧倒的ですね。すげー、全然違う。こちら 5C まだ読み込んでます。まだ読み込んでますね。まだですね。まだ、あ、はい、やっと読み終わりました。これはやっぱもう圧倒的ですね。こればっかりはしょうがないと思います。はい、で、あー、うん、やっぱりね、こっちカクカクかな。カクカクなのと、スルッといかないですね。スルッといかないです。こっちシューッとこんな風にね、スクロールしますんで、なかなか限界。まあでも普通に見れることは見れるっていうところはすごいですけどね。じゃあここさらに詳しくっていうのを押してみます。せーの、トン。ああ、一瞬だ。一瞬ですね。12 Pro Max は一瞬。で、こっちは、こっちはもうアニメーションが再現できないようですね。サファリでアニメーションが再現できないようです。なので、固定の HTML が出てしまいました。うん。やっぱりね、古いからね、対応してないんだと思います。HTML5 なのかな？ちょっとそこに対応してないのかなと思います。はい、ちょっとゲームアプリとかではないんですが、まあちょっと速さをね、こんな感じだっていうところを確認してみました。はい、あとね、おまけでね、ケースをつけてくれたんですよ。ケースをなぜかね、二つつけてくれたんですけど、さすがにね、そんなに使い込むことはないんですけど、一つちょっと開けてね、つけていこうかと思います。ちなみに、AirJ さんの iPhone ケースだそうです。ソフトバンパープラス、高質プラスチックケースということで、バンパータイプですね。ちょっと開けてみます。はい、ということで出てきました。こちらですね、クリアタイプですね。まあ、普通の一般的なクリアケースですね。じゃあ、ちょっと一応つけてみます。
せーの、トン、トン。はい、こんな感じ。あ、いいんじゃないですかね。カラーもね、きちんと見えますし、これはね、守ってくれそう。少しね、ケースが上の方に出てますし、まあこれケースレビューじゃないんで、詳しくは見ないですけど、こんな感じになりました。これはいいかもしれない。5C ちょっとかっこいいですね。なんか他のカラーも集めたくなってきました。ちょっとね、イエローかグリーンぐらいは入手しようかな。はい、ケースは以上になります。はい、ということで iPhone5C いかがだったでしょうか。皆さんね、買ったことある、見たことある、もしくは最初にこれ使ってたっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、私はね、初めて iPhone5C 自分のものとして触ってみました。もちろんね、発売時はね、 Apple Store とかで見てはいたし、情報とかはあったんですけれども、初めて触って思ったことは、もうかなり持ちやすくてかっこいいですね。もうすごいですね、これ。だってこれ8年前ですよ。8年前なのに普通に動いてます。一応ね、 LINE とかで LINE 通話ぐらいまではできそうなので、これね、普通に使えそうですね。で、音楽聴くのにも使えますし、なかなか 5C サポートが終わってるとはいえ、まだまだ動くというところがやっぱね、 iPhone のすごいところでしょうか。ちょっと機会があればね、 iPhone5C VS 何がいいかな。やっぱり iPhone13 になるんですかね。まあそういったちょっと比較もやっていきたいと思いますので、ぜひね、 5C のファンの方はこの動画もお待ちください。他にもね、スピードテストとして iPhone6S Plus VS iPhone12 Pro Max とか、 iPhone7 VS iPhone12 mini とか、そういったね、スピードテストの方もやってたりしますので、よかったら他の動画も見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。